訴えられてますけど、誰が訴えたかですね。これは韓国の竹島関連の市民団体です。だから大統領に対する名誉毀損ではなくて、訴えたですね、その訴状っていうんですかね、その内容、どういうものがあるかというと、産経新聞というのは左で、あ、右で、ごめんなさい、右でですね、けしからんと、慰安婦問題とか竹島問題、どんどん書いてるので、これを調べた方がいいということで、産経新聞をですね、名指しで加藤さんをですね、見てみると、告訴した。まあ、韓国ってですね、非常にそのユニークなんですね。あの加藤さんが、2014年ですが、実はあのこれあのその前にですね、パク・クネさんが大統領に就任する少し後ですね、これ韓国の中央日報という新聞ですね。何が書かれているかというと、私一人をですね、誹謗中傷する広告です。これ中央日報といったら日本でもかなり毎日新聞と読売新聞的な感じですので、それにですね、こんな個人ですね、批判する広告に出すんです。これが今の韓国ですね。ですから加藤さんがその後、私がその1年前ということになります。まあ、新藤先生の場合は守られているので大丈夫かもしれませんが、私の方は大変ですよ。まあまあそれはいいとして、まあそういうことがですねあります。そして2013年あたりからですね、在日韓国人による活動が盛んになってきて、竹島の火はですね違法だというあの訴訟がですね、松江地裁に挙げられてきて、それがダメなら広島高裁の松江支部の方に、まあ、移っていくということになります。まあ、こうやって見ていきますとですね、非常にあの危ない状況が続いていたと。そこで時間がちょっとあれですので、まあ、急いで言いますが、島根県がですね、これ竹島問題百問百答を書きました。ありがたいことにですね、韓国側がですね、これを全部翻訳してくれて、そしてその後に自分たちの反論を書いたんですね。それをご丁寧にですね、ネット上に公開したんです。これは反論にもなってないので、私はオウンゴールだというふうに褒めたらですね、ネットから削除しました。で、今回竹島問題の100問あの最終報告書にですね、要望事項としてぜひそのネットをもう一度あの開催あの掲載してほしいと。つまりですね、大事なことは、今まで日韓関係問題があると相手側から出された問題に対してこちらが対処するということですね。ですが相手に判断させる状況を作ればいいわけですね。竹島の非条例どうですか。で、旅行側が妨害するわけですね。で、新藤先生、ただあの金浦空港でビビンバを食べたところですね、まあ、人を食った話っていうんですが、そういうことが実際に起こった。新藤先生と稲田さん先生と佐藤先生が金浦空港の中歩けばみんな報道陣がついてくるわけです。言葉はいらないんです。そしてこれですね、出すと結局韓国側が墓穴を掘ってるわけです。ですからそういう状況を作ればいいのではなくて、ただ闇雲にですね、情報をですね、で韓国が間違ってるとか喧嘩の拳銃では済まないんですね。こんなことやっていたら相手と同じレベルになって、韓国側にとっては思うつぼで竹島問題からどんどん離れていくわけですね。まあ、そういう意味ではですね、喧嘩の拳銃というのも考えものもですね、やっぱり相手をどうやってうまく使うのかですね、まあ、そこを今日本ができていないのではないのか。で、実はあのこれ島根県がこれを作るとき約これ200万円ぐらいの予算です。同じ頃日本の政府では8億円もかけて同じようなものを作りました。でも韓国側が飛びついたのは8億円の方ではなくて200万円で作ったこちらですね。それからあの外務省で出しているこのこれですね、これもともとベースになっているのは島根県が2007年に作った報告書です。外務省はそれを使っているだけです。島根県の予算は人件費を含めて1000万円するかしないかですね。1000万円でできる仕事をですね、何億もかける必要はない、まあ、そういうことをですね、見ていくと、もう少しその戦術を考えていく必要があるのではない。そういう中であのもう一つですね、やっぱり今大きな問題としてあるのは、韓国側がですね、あの日本海と東海の兵器問題ですね、これを一生懸命やろうとするんですが、なかなかこれもうまくいかない。結局なぜかというと、日本政府がやっていることはですね、世界の中に海図とかですね、地図を見て日本海と書いてある方が多いか、韓国側の表記が多いのか、こんなものは比較してもですね、全く意味がない。東海自体がですね、韓国にとっては歴史的にどういうものかというと、渤海をですね、東海と言っている。
韓国の古い文献に東海であればそれは渤海である場合もあるんですね。それからもう一つ東海っていうのは東側の海ということだけであって日本海全体を指しているわけではないんですね。つまりそこをつけばいいわけなんですが、世界にある地図をですね全部見て回る、こんなことはですね徒労ですね。大事なことは韓国側が歴史問題であるならばこちらも歴史で返せばいいんです。それを国際法とかですねそういうものにこだわっているとかえって問題の解決から離れていくということですね。まあ、そういう意味でですね最後にちょっとあれですが、日台の漁業取り決め、それから安保法制法案ですね。一番大事なのは尖閣がですね日本の領土なのか中国台湾の領土かですね。これ日本側ではですねただ単純に現状の変更を認めないというだけです。ですが中国ではですね15世紀から俺のものだと言って、韓国竹島には512年からですよ。だったらそれを潰せばいいわけじゃないですか。それをしてこなかったんですね。そこで私自身はですね、まあ、何度か産経さんあるいはビルという雑誌でちょっと書かせていただきましたけれども、皆さんのお手元にもちょっとありますけれども、ここに地図があります。2枚目ですかね。はい、これがですね1912年ですねから17年かにかけて作られた後期中国清朝の後期時代ですね、後期帝の時代のもので、これイエズス会の宣教師が実測したものです。これはですね台湾ですね、清朝の中に台湾が編入されるのは1684年ですから、後期23年です。その時台湾はここだけしかなかった。もちろんこの中に今の尖閣は入っておりません。これは艦船の地址です。ですから明朝の時代には入っておりません。その下にあるのもですね同じように金帝というのは皇帝が命じて作られたものですね。古今図書修正でも同じように台湾の左半分しか書かれていません。同じように金帝四庫全書ですね、ここも同じように台湾の左側だけですね。で最後にこれあるのが1885年台湾福建省の一部だった台湾府がですね台湾省に昇格するんですが、その時ですらですねさつまいもの形にようやくなったということですね。でこのように見てきますと中国側が主張している清朝時代から歴史的に固有の領土だというのは全く嘘だということですね。まあ、こういったものをですねあまりお使いにならない、これはちょっと意外だと思うんですね。そしてやはりそういったですね韓国側をただこう非難するのではなくて、もう一点ですね考えていかなければいけないことは、韓国側としては竹島を盗んでるわけですから、なんとかしてですね自分のものにこう取り返して取られないように工夫してくるわけですね。そこをやはり潰していく戦略が必要だということです。やみくもに資料を集めても使い方がわからなければしょうがないんです。ですからその資料の使い方をやはり研究していかなければいけない。それからもう一つですね忘れてはいけないのは日本時代ですね朝鮮半島どのような活動をしていたかですね。それから、まあ、実際に皆さん北朝鮮と韓国の人と比べると全然当たりが違いますよね。中国の人と台湾の人と比較すると全然違いますよね。どちらの方が割と付き合いやすいかというと台湾と韓国ですよ。これはどうしてかというと日本時代を経験しているからです。日本時代はですね何をやったか、これ世界でも類例がないんですけれども共同体を作っているんです。地域開発ということをやっていました。時間がないのでお話できませんけれども、そういったことがあるためにですね中央集権的な社会、統制経済的な社会が市場経済を導入できるベースを作ったんです。であるのはこれをですねやはり韓国台湾と日本が一緒になって世界に持っていって世界貢献に使うべき段階に来てるんです。実際にパク・クネ大統領 のお父さんであるパク・ジョンキさんですねはセマール運動、新しい村運動を1970年代から日本時代のものをベースにしてやってるわけですね。それをパク・クネさんとパン・ギムン国連事務総長は世界のモデルにしようとして、でもルーツは日本にあるわけですね。そういう意味ではですねそういったものを生かしながら領土問題、歴史問題をですね封印していくという動きがこれから日本に必要なのではないか。それが今安倍政権一生懸命頑張ってますね。第3の矢であれば第4、第5の矢になっていくと思うんですね。要するに日本が貢献できるのはイスラム国や
ね、あのキリスト教国に対してイチャモンをつけるのではなくて、我々アジアが一つになりながら新しい地域づくりをに貢献できる、そういうことをですねしていかなければいけない、まあ、それをですねしていくためにはどうしてもですね竹島問題のような問題を早めに解決しておかなければいけない、そして韓国側に対してですね正式にそれをですね、まあ、伝えるか、あるいはもし皆さんよろしければ新藤先生が行かれたように外務省のご協力と内閣府と海上保安庁も船に乗ってくるんですけども、一緒にですね韓国に行ってもいいわけです、ね、大反発すると思います。何でも行けばいいんです。そうすると世界中が韓国はおかしい国だねというふうに理解してくれるんですね。要するに相手のですね力を利用することですね。最近ますます韓国はですね挑発に乗ってきていますので、これはやりやすい。要するに領土問題はないと言っている国が領土問題を前面に出してきているわけですね。こんなやりやすいことはないんです、まあ、そういう意味ではですねぜひ お集まりの皆様とですねご一緒になりまして、何か新しい形をですね作っていきたいと。そして、まあ、できれば来年竹島の非常例 の式典の前の日とか前の時間ぐらい皆さんと一緒に集まってですね、地元の県会議員の方とか地元の方との交流会をちょっと開いて、国民大会的なもの、これは与党野党全然関係なくて、日本人としてですねどうやってこれからアジアをですね守っていくのか、そのような会をですねもし皆さんのお力で作っていただけると、地元にとっては観光資源になりますので、非常にありがたいですね。ぜひお泊まりいただいて美味しいお酒を飲んでいただきたいと思います。島根県の観光大使です。では、これで終わります。どうもありがとうございました。